ズはでも行ってもよかったけど、一個だけ、まあ、ここら他の時にも喋ったんだけど、ソユーズの打ち上げの瞬間にお前が俺のカメラの前に来た時だけは本当に許せないと思ってるから。あ、あった。あー、そうそう、だから野口さんと一緒に中継やってたんですね。で、俺ちょっと引いたところでカメラセット、スタンバイしてて、うん、カウントダウンが始まって、で、5秒前、4、3、2って言った瞬間に俺のカメラの車線上に君がドンって入ってきて、もうその頃にはもうロケットの爆風でさ、めちゃくちゃうるさいわけじゃん。だから俺がすげえでかい声でドゲーって言ったのに、君はすごい全く聞こえなかった。全く聞こえてなかった。俺録画回してるわけだから見返したんだけど、うん、俺のドゲーってカメラのすぐ近くで言ってるはずなのに、俺の声が消えてるんだよ、ロケットが。俺、はいはい、結局見れなかったから、打ち上がった瞬間、打ち上がってからの空中になってからは終えてんのよ、はいはいはい、でその映像使われてんだけど、うん、肝心の打ち上げのところは全然、あ、まあ、カウントダウンないからね、ソユーズは厳密には。まあまあまあ、じゃあそれはもうソユーズの打ち上げのやり方の問題だよね。君はひどいやつだ、うん。